皆さんこんにちは、キリアです。シティーズスカイライン続きをプレイしていきたいと思います。さあ、ここの美術館とつなげたこの歩道橋が意外と使われている。まあ意外でもないか、もともとこの左側と右側って結構移動しにくいところでしたからね。さあ、そして今回はこの最後のモニュメント、ハドロン衝突型加速器、これを作るためにいろいろと特殊施設を作っていきましょう。まだアンロックされていないものとアンロックされているものがありますので、まずはアンロックすでにされているもの、このポッシュモール、おしゃれな人のおしゃれな人によるおしゃれな人のためのモールです。これをここに立ててみましょうか。この歩道橋を降りたすぐそばのところにこのポッシュモール、これを作りましょう。これがポッシュモール。結構奇妙な形をしていますね。そして屋上というかテラスというか、ここに、自然が、植物が植えられていて、これはなんだ、太陽光発電とかしてそうな感じのもの、こんな感じになっている。とても豪華なショッピングモール。そしてここのところ区画作っていなかったんですけど、ここの道路向かい側のところ、ここを高密度の商業区画にしておきましょうか。さっきの施設も割と騒音が発生していたので、この向かいのところは、商業施設にして、で、あとですね、あとこの 右側の方とか道路作ろうとすると、この道路の曲がっているカーブの部分で、うまいこと作れない、大きな施設は建てられないので、この部分こうカーブでつなぎましたけど、ここをちょっと変えて直線でつなげましょう。よし、こんな感じで、こんな感じで四角くして、そしてさらにこっち側に商業施設を建てる。よし、これでいいでしょう。そしてあと、このシアターオブワンダー、これも建てられるんですよね。このワンダフルなシアターオブワンダーでは、世界中の作品を上映しています。これも、今度は右側に置いておきましょうか。ここにシアターオブワンダーを建てます。さあ、これがシアターオブワンダー。なんかすごい形をしている。シアターオブワンダー、大きな劇場です。さあ、これで、この地域もいろいろと発展していくはず。お、早速、建物が建ってきていますね。商業施設が建ってきています。で、あとまだ条件達成していないものが、クロッサルオーダー本社ビル、州の教育施設が2万、それと大図書館、大学を7校で、水族館、小学校に通う子ども5000人、これを作るために、あと大学4校分と小学校を増やす。で、小学校を増やすというのは、小学校に通う住人の数も増やさないといけないので、どこかあと4カ所くらい住宅地を作って、そして大学含めた教育施設を置くということにしましょうか。まずスペースがあるのがこの天文台のそば、天文台の近くだから、あんまり空気汚したくないので、こんな端っこに建てましたけども、住宅地なら、こういう住宅地なら空気も汚れることは、汚れるのかなゲーム上はこの工業地帯、産業地帯が汚れていきますけど、まあ産業地帯ほどは汚れないので、この天文台から少し離れたこの辺に住宅地を作っていくとして、それとあとこっちの左側、ここのキリア楽園の先のところ、ここにももう一個作るとして、あと今度こっちの方ですね、このオフィス区画のこっち側にも建てる。ここちょっと近いけど、こことここで大学2つ建てて、そしてあと最後にこの前に風車、風力タービンを建てまくったところ、この島に大学作ってみましょうか。
この島で大学、小学校、高校を作って、この島に小さな町を作る。そんな感じで大学7校、条件達成を目指してみましょう。で、まずは最初はここ天文台の近く。天文台のすぐそばには人を住まわせないようにして、ただ大学自体は天文台の近くにあった方がいいですよね。理系の宇宙工学を学ぶ大学をそこに作るということで。よし、こんな感じでいいか。あんまりこっちの方行くと今度は空港があるのでこの辺で留めておくか。これでこの辺を低密度の居住区画にしていきましょう。あ、待てよ、これこっち側まで行くとこの辺の家にゴミ収集車とかが行こうとすると U ターンができないですよね。ずーっと向こうまで行かないといけなくなるから、この辺でここら辺までにしておいて、よし、これで小学校こっち側、高校をこっち側、そして大学はこの隣に建てますか。この天文台の付属の大学として、付属の大学っておかしいな、この大学の付属の天文台がこれということで、ここに大学を建てましょう。よし、これで消防警察とか建てていって、よし、そしてこの地区を新しく作っていきましょう。さあ、ここがブロードパークという名前になった。はい、ブロードキリアブロードキリアにしましょう。ここはそしてここの条例で、ここを教育重視にして、そしてここに大型車両禁止、自転車奨励、騒音禁止、解雇主義、このあたりの条例をちょっとやってみましょうか。大型車両禁止は、普通に大型車両がここは通らないということ。産業地区とかを通っているトラックが通らなくなる、別のルートから行くようになるということですね。もうここは居住区だけなので、ここをトラックが通らなくても特に問題はないはず。そして自転車奨励、これで自動車よりも自転車を好むようになる。そして夜間の騒音禁止と、ここでは居住者と企業だけがこのエリアで自動車を利用できるようになる。他の自動車の通行を禁止する。ん？いや待て、これってあれか？ゴミ収集車とかも来ないのか？いや、これはなしでしょう。これはなしにして、これで騒音禁止とか自転車奨励とかトラック禁止で、ここに車をなるべく通さないようにする。もうここは空気のきれいな場所としてこの天文台を生かすようにしていきましょう。そして最後にここら辺に歩道橋を伸ばして、これが今空中にある歩道橋ですね。で、これをこうしてやっていきますか。それぞれの区画に降りられるようにして、よし、これでそれぞれの線同士で住民が行き来しやすいようにしました。ちょっと見た目が思ったよりかっこよくならなかったな。まあいいか、これで住民も生活しやすくなるでしょう。よし、さあ、これで一つ目の大学地域が完成。続いてはこっち側ですね。ここに二つの大学を作りたいところですが、どうするかな。まずここからこの道路を伸ばすか。この道路はどれだ、自転車レーン付きですね。よし、これをもうこっちまで伸ばしてしまって、そしてこっちに立てて伸ばして、そして今度この先、ここここからも伸ばしましょうか。こんな感じで伸ばす。
そして今度こっち側とつなげる、どうするかな。高速がここにあるからこれを使うか。ここら辺を壊して、これでどう、こう作って、これでうまいことつなげつつ、そしてここも高速道路に、この真ん中のところ高速道路になってますけど、ここを普通の一般道でこっちとつながるようにしましょう。これでここを一般道でこうし、あ、でもそうすると、あ、そっか違う、一方通行か。一方通行で、そしてここも一方通行にして、それでこっちとこう合流させる。待てよ、もうちょっとこんな感じにするか。これでこっちから行くときに、ここはまだ一般道で、そしてここから高速の方に入っていく、この横向きの高速に入っていく。でこっちの縦はもうずっと一般道、一般道でこっちまでつなげる。よし、でこれで今度はこっちとつなげて、こんな感じで区画を作る。ちなみにこれ高速道路、このキリアシティ内にある高速道路はすべてこの、防音引き付きの高速に変えています。なのでまあこのくらいの距離なら、住宅作っても大丈夫じゃないかなと思います。んでここら辺もまあ適当に区画を作っていきましょう。よし、こんな感じで、ここは直線と曲線が両方ある町ということにしましょう。そして今度この下の方ですね、ここもまあ適当に、適当にって言うとあれだけど、さあ今度こっちはこんな感じ、もう完全に四角い感じにして、ここも低密度の居住区画で埋めていきましょう。高密度だとやっぱりどうしても都会っぽくなってしまうので、田舎っぽい感じで、田舎というか地方都市みたいな感じで作っていきたい。よし、これで小中高大学をここら辺に建てて、あ、入れない、行きましょう。そして今度こっち側にも小中高大学じゃない、小学校と高校と大学ですね。こっち側にするか。こっちの方にも微妙に、住宅地あるので、ここから通いやすいようにここにするか。こっちにして、よし、これでいいでしょう。そして今度この居住区の下側は、さすがに、居住区ばっかり作っていてもダメなので、商業施設と産業施設も作らないといけない。そのための、スペースにしてみましょうか。ここにこれを作って、これで、よし。さあ、こんな感じでつなげてみました。ここ、こんな。ここは十字と×にちょっとやってみて、それで、こっちの、住宅街に近い方は商業施設を建てる。そして住宅街からやや離れているところには、この産業施設を作っていきましょう。よし、こんな感じですね。そしてあと生活に必要なものを立てていって、よし、これで交通も OK。さあ、これで一旦時間進めてみましょう。これで右下のグラフも需要が、あ、ちょっと待って。これどうするかな。これあんまり細かくつなげてもまた建物が建ってくれば大丈夫なんですよね。でその間にこうやって
道の途中で電線をつないでしまうと、その部分に家が建たないから小さな家になっちゃったりするんですよね。例えばここ横4マス ×4 マスのがここにあるんですけど、ここに例えばこうやって電線を敷いてこっちとつなげると、ここに1マス分とか2マス分の大きさの家しか建たなくなってしまったりする。なのでちょっとこれ家が建つまで我慢してもらいましょうか。これでまた時間を進めてこの辺りに建物が建ってきたら、今度はこの島に大学を含めた小さな町を作ることにしましょう。それでハドロン衝突型加速器最後のモニュメントが完成ということになります。あ、待てよ、これつながるように公園を設置していけばいいのか。ここら辺に大きめのものを建てて、ここら辺に小さいものを建てれば、おお、電気つながりましたねこんな感じで電気がつながる。それなら電線立てればいいじゃないかという話にもなりそうですけれども、よし、これで公園の緑のあふれる街にしつつ、電気をつなげて、それで、さらに街を発展させていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。